どうも皆さん、吉田山田のギターボーカル吉田とボーカル山田です。よろしくお願いします。ということで、吉田山田のこのオフィシャル YouTube チャンネル、はい、今までねミュージックビデオとかたくさん上げさせていただきましたけども、はいはい、今回本当にありがたいお話をいただきまして、TikTok や YouTube でしょっちゅう見かける、はいはいはい、あの方とですね、はい、まあ、いわゆるコラボというね。いいですね、初ですね、僕らのチャンネルで。いや、このこういう形で人とコラボさせてもらうの初めてなので、はい、ちょっと緊張感あるんですけども、うん、何度かね、プライベートでも、はい、あのお会いしているんですけど、はい、今回コラボさせていただこうと思います。楽しみにしてました。松浦航大くんでーす。お願いします。来ました。どうだ、来た。いや、本当に出会いは随分前にはなるんですけども、はいはい、我々吉田山田がやっていた TVK さんのね、はい、ドレミファイルっていう番組にゲストで来ていただいたりとか、ね、あとはあのワッチというね、バンドのライブに武道館見に行かせてもらったんですけど、はい、そこで、偶然お会いして、うん、でなんか今度一緒にできたらいいですねみたいなことを言いながらも、我々からしたらなんかこうテレビにね、うん、あの難しい歌をバッチリ採点されながら歌う航大くんの活躍と、いやすごいですよ、あっという間に手の届かない人に、はい、なっていく航大くんを見つつ、うん、でもありがたいことにさて声かけていただいて、うん、一緒にコラボあのさせていただけるという運びになりましたので、はい、この動画だけじゃなくてね、はい、松浦航大くんのオフィシャルチャンネルの方で、そちらの方はですね、はい、もうシンプルに、ね、はい、航大くんの歌のうまさ、はい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 、採点対決、うん、いやもうご本家の声バシバシだったんでまあまあ、はい、もうそれ本当動画見に来てほしいです。なんか、はい、宣伝とかじゃなくもう2人すごいってなります。皆さん見てみてください。はい、あの収録を終えてね、はい、カメラ回ってないところで3人で話したんですけど、もはや航大くんは、うん、アスリートに片足突っ込んどると、もうそう思いますよ、あの歌見てたら、はい、うん、集中力となんかコツと全部入れながら、うん、まあ、すごい神業を見せていただきました、うん、まあ、その勝敗はね、その動画見て、はい、見に行ってみてください、うん、ただ航大くんがめちゃくちゃ上手だったっていうことは確かなんです、はい、でもそれで勝負しても、はいはいはい、しょうがないんです。そうですね、なので我々考えました、はい、我々のチャンネルです、はい、我々が決めます。みんなでカラオケ採点85点を目指そう。なるほど、よしよしいや、ただにしても、はいはいはい、まだ我々の方が不利だと思うんです。85点を出すコツも多分分かってない。まあまあそうだね。どうです、85点って狙っていけるもんですか、はい、狙って85は難しいかもしれないですけど、うん、高得点出すよりは簡単だと思うんですよ。そうなの、多分引き算すればいいんで、はあ、いやでもさ、はいはい、ここを外したらマイナス何点とかさ、その場で出るわけじゃないじゃん、はい、そういう難しさが本当にあります。そうですよね、はい、航大くんも未知の世界ということなんで、うん、これはまだあの僕らが勝つ可能性も残されてるんですよ、はいはいはい、そうですね。航大くんの方の動画では、うん、航大くんが5回連続でね、はい、もし挑戦者に勝てればあのスタッフさんに100万円もらえるはいはい、はい、もうご褒美企画なんですけど、そうですね、うちは違います、うん、はい、負けた方が、はい、ニガチャを飲みます。ニガチャ激にガチャで、激にがいお茶があるんですね、はい、激にガチャを手に入れたんで、はい、うちは罰ゲームって言ってますんで、はい、どんな感じのやつですか、激にガチャ。僕らもあの、はい、聞いたことない激にガチャなんですけど、はい、まあ罰ゲーム用っていう、これを、普通は多分まあなんかティーバッグが入ってるんですけど、はいはい、これをだいぶ濃くして、はい、通常よりもだいぶ濃くしていかせていただきます、はい、うわやばい、絶対これドンキーで買いましたよね。大急ぎで買って、いつもありがとうございます。ということで、はい、早速我々吉田山田対松浦航大くん、はい、はい、行きたいと思います。まず早速、うん、先行我々吉田山田で、そうですね。何歌いましょうかね。85点ですからね。まあ、もうだって考えたって分かんないですよ。うん、あの先ほどでも。航大くんから一言、はい、まあ、本人気づいてないと思うんですけど、うん、アドバイスくれちゃったんですよ、はいはい、ハモるとこの
まあ、メインの声、うんうん、こう採点はメインの声をこうやって採点してるらしいのね。ほうほうほう。でもハモるとその3度上なわけじゃん、うんうん、この3度上がマイクで強めで入った時に外したことになるらしい。あ、なるほどね。だから逆にハモった方が採点はちょうど85ぐらいになるんじゃないか説。なるほどなるほど。 A メロ、 B メロぐらいすごく上手になって、うん、サビハモるとちょうどいいかもね、はい、確かに。なので我々吉田山田はゆずさんを歌います、はい、曲どうしましょうか。いつかとかいつか、うわーいい曲、いつかを2人で歌いたいと思います。高大くんは、うん、うわちょっと決めてなさすぎました。あ、じゃあ僕らが歌ってる間に考えてみてください。わかりました。はい、声のキーで言うとまず僕下主メロで始めてみようかな。冒頭からもハモってる。あ、多分、はあはあ、確かかなり久しぶりに。少しずつ街の風も冷たくなってきたから、風を引きやすいあなたのことが気になります。冬の匂いが僕を通り抜け始めると、溢れるほど切なくて会いたくて、傷つきながらもがきながら、僕たちは明日という日を
多分だけど、コウダイ君人生で、この採点90点以下取ったことないと思うの。そんな気がするよ。うん、だから、本当、俺らの、これご覧の皆さんも思ったと思うけど、うん、俺らのあれで93だから。確かに。おう！玉置浩二さん、メロディーを85点の感じで歌うっていう、初めての。ライブバージョンや。街にライブバージョンや。今もまたうまいな。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて、続けて。少し寂しくて、あの頃は何もなくて、すごい、それだって外し方がすごい楽しく、本当に楽しくやったよ。メロディー泣きなえば、そこまで話せない。懐かしい、この店の隅っこに調子に合わせに来てる。外しすぎる。置いてある寄せ書きの恥の方を君と書いた。いや、まあ、うまいよ。うまい。あやばい、入ってない、もう入ってない。みんな来たね、明日までなんだそのやり口。泣いて歌ってたね。あの声入ってない、入ってない。何もなくて、いや俺らの歌やこれ。それだ、俺らの歌や。楽しくやったよ。マジで？いや、最
点の魔術師じゃん。なのによかった、あの100点以上の感動をこっちがしてるっていうそこよ。だって俺一回確かだけど玉木さんに抱きしめられた気がする。えっ俺もあったもん玉木さんに85点を目指そうって87点取れます。でもこのチャンネルでは、うん、今思ったんですけど僕全くその真面目に歌えてないというか今すごい思ったら、じゃあね、はい、松浦君の勝ちということで、はい、ありがとうございました皆さん。また次回のね、いや、ね、お茶を忘れられたら困りますよ。そういうところはグイッとくるんだな。はい、ここだけはしっかり目指してもらいますよお前諦めるの早いなはい、もう飲むでしょこれは。もうすごい濃いよこれ、すごい少量3袋3倍で振っておきながら僕はこういう罰ゲーム初めてだそうですか。いただきます。いただきます。あっ木の根っこをこの口に入れてる感じうわもう二度とやらない、こういう罰ゲームのやつはかー、やばっ。そうだよ、君が藤井山の一人チャンネルとしては初コラボかな。確かにやっていただいたので、めちゃめちゃいいコラボというか、めちゃめちゃ貴重ですよね。吉田山田さんの結成以来こういう YouTube 企画系をやった初めてだと思って、で、40年生に行ったと思って、完全に酔っ払った時の普段のカラオケいやでも勝ったから、いい、行きたいわ、一緒に行きたいわ、そんなのだからめちゃくちゃ良かった。蓬莱君の上手な歌を聴きたい人は蓬莱君の方の YouTube 見に行って山ほどあるから。でも85点を目指したのは初めてだと思うから。確かに15初めてです。これをご覧の我こそは85点出せるという方は、ミガちゃんをかけてご挑戦してきてほしい。ぜひ挑戦してきてほしいって勝ったやつがいいんですけど、また違うことでもなんか愛が思いついたらご一緒できれば、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。じゃあこそありがとうございました。よろしくお願いします。安村浩大君でした。ガチ苦でした。土食べてるみたいな。ガチ苦でした。そうなんですね。